セレナマロジベッド2列目シートの前に取り付け取り外しが簡単なテーブルを作ります。材料は 1.3 メートル ×30 センチの天板用の板とテーブルの足に使う19センチ ×14 センチの板2枚です。いずれも端材を流用します。足になる2枚をサンドペーパーで磨き、天板用の板もサンドペーパーで磨きます。ホコリを拭き除き、メッシュの細かいクリーンシートで磨きます。さらに布で拭き、使い古しのエブリコートでワックス掛けします。端材の板がきれいになりました。足になる2枚にもワックスをかけます。ワックスかけ完了。金具を板にビス止めし、メインファスナーオス棒を貼り、運転席と助手席のシートバックポケットに差し込みます。これが天板の足になります。天井裏にはメインファスナーメス棒を貼ります。アマゾンで買ったこのメインファスナー、吸着面も接着面も強力です。季節のベッド金具を天板手前の支えにします。テーブル取り付けまでの時間を計ります。運転席を一番前に移動し、助手席も一番前に、天板を乗せます。メインファスナーがきっちりガードし丈夫です。テーブル取り付け完了。所要時間1分10秒。
4箇所の面ファスナーでしっかり固定されています。夜バージョン、パーソナルテーブルも使います。残念ながらこの状態では運転できません。テーブルを外します。カーテンを外し、照明を片付け、ここから取り外し時間をカウントします。テーブル片付けも1分10秒。チャンネル登録お願いいたします。